5年前の台風被害を受け、大里町で整備が進められている地域の防災拠点施設で、地元産の農産物などを販売する催しが開かれました。大里町の中粕川地区は、2019年の台風19号で住宅が浸水するなどの被害を受け、現在地域の防災拠点としてコミュニティセンターの整備が進められています。来年3月の完成を前に、今日施設を会場にしたイベントが開かれ、町内で収穫された野菜や米、果物などが販売され、多くの人でにぎわいました。浸水した場所ですけど、こういうイベント会場として使うんだったら有効的に使えるかなと思うんで、すごいいいと思います。また会場では、町内にサッカー場などを整備するスポーツパーク構想で運営を担う企業がサッカー教室を開き、参加した子どもたちが汗を流しました。